楽しそうや。また白線乗った。よっ。うん、大好き。あ、大丈夫か。足かゆ。やっぱあれだね、治療院近くなると足早なるな。分かってんねんな、違う道から来ても。お前あ、走り出した、走り出した。ここちゃん、走っても予約の時間変わんないから。今何時？22、3分やな。もうちょっと2ヶ月ぶりぐらいですかね。そうだね、結構空いたね。空きました。そう、本当予約の前に手術になっちゃった。あ、そうですか。違う、9月だもん。あ、じゃあそうですね、うん、何週間か前までちょっと右の後ろ足なんか、なんていうんですか、なんか自転車が空回りするみたいな感じに。めっちゃ嬉しそう。調子がいい時と悪い時があって、うん、あ、今日ちょっと調子悪いなって時はよく足が絡まるんですけど。ではいろいろ。おお、伸びた伸びた。すごい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 。あらあら伸びた。あ、よかったね、ももちゃん。あらあらあら、急に皮膚が柔らかなって。ほら、さっき、あ、さっきつまめなかったところがちょっとつまめてる。おお、バランスがちょっと。ね、だから、うん、多分こっちやってこっちちょっとかばって、うん、それでそのバランスでこっちやる。じゃあ手術をこっちの右手でしたから、うん、それをかばって左手がちょっと負担かかって、その影響で対角線上に影響が出るからこっちが絡まるようになった、うん、そうそうっていうような感じもあるかなって思って。ああ、なるほど。でも確かに本当足が絡まったりするようになったの手術の後から、うん、だから、そうか。それを解消するにはやっぱりバランスを取る。まあこっちも治ってくると思うけどね。あ、じゃあこっちが今もう手術きれいに跡もなくなってきてるんで、そのうち回復しますかね。うん、落ち着いてるわ。不思議だね。不思議だね。針すると落ち着く。あ、左が張ってます。あ、じゃあやっぱ右をかばって左に力入っちゃってるってことですか。あら、こうちゃん頑張って、ね、頑張って歩いてるんだね。やっぱり。そっか、手術そんな影響ないかと思ったら意外に結構影響出てきてたんですね。まず、なんかヘルニアの時も先生同じようなことをおっしゃってた。その後ろ足をかばって前足に負担がかかる。から前足がこうパンパンになるって言ってはって、今回も似たようなことです。だから極端ではないからね、うん、ちょっとの変化なので。いや、でも足が絡まる原因がちょっと分かってよかったです。まあ全てがそれかも分かんないですけど、でもそういう可能性はあるなって、うんうん、いやでも そうかな。だって手術の後からですもん。絡まるようになった。手術の時は全然問題なく。あ、はい、うん、もう予定通り。入院はなしです。日帰り手術で、はい、先生も予定通りに時間通りに終わってくれて問題なくって感じでした。経過良好って言っていただいて、うん、もうあとは心配することはないですよということです。手術ではそうだと思うんだよね、うん、こっちはいい顔してるね。そんな顔せんでも。先生、あるやん、向こうおるよ。そう、先生向こういるから大丈夫。ちょっと休憩やな。すごい顔してんね。すごい顔。
この間美容室の人に、あの犬も針灸があるんですよって言ったらびっくりしてました。うちの子お灸好きですよって言ったらえーって言ってました。最近増えてるんですか？ほら気持ちよくなっちゃってね、いつも干せるね。最近ちょっと多いね。黙々してるね。ハーネスつけてな。じゃあハーネス、ちょっとまだまだまだや、まだまだまだ、ちょっとちょっと。これつけんとえらいことになるだろう。まだやって、まだまだ。あら、よかったね。ありがとうございます。あ、丸飲みだ。ダメだ、丸飲みはダメだ。美味しい、美味しい。よかったね。はい、はい、はい。パンで食べや。あ、なる。大丈夫かこれ。あ、大きい。大きいやったけよ。あら、ありがとうございます。カメルか。カメルか。ここじゃもう終わったよ。もう次のお客さんがね入ってますのでね。はい、ここじゃもう終わりです。はい。先生休みなし。先生休みなし。ここちゃんもう先生終わり。はい。あ、よかったね。先生大忙しだわ。休みなしでノンストップでも、あ、先生終わりやって、ここで帰る、帰ります、行きます、もうちょっとカード乗せてくるか、抱っこして、うん、いやでも今回本当にあのたくさんね針打ってもらってよかったです。ちょっと手術してたから、そうそう、手術後初めてやったからね、本当に早く来たかったんです。いや、よかったですね。お腹すいた。お腹すいたね。先生もっとお腹すいてんじゃないかな。